僕の会社のタイピスト、小粋な指先とってもしなやか。ねえ君、僕とシネマを見に行きませんか。せっかくですけど私シネマは大嫌い。僕は一人寂しくシネマを見ていたらば、ありゃ彼女が課長さんと五同半世紀に。さてその次に僕が好きになった彼女は、踊り場のダンサースタイルとっても素敵。あるよ彼女を送るタクシーの中で、いつになく彼女もじもじ僕にすり寄る。こいつはいよいよ締めたと固唾を飲めば、ねえ私に指輪を買ってちょうだいな。またその次に僕が見初めた彼女は、デパートのエレベーターガール、弁舌爽やか。あ、僕は恋の虜、毎日鉄かごの中。でも彼女と共にいるなら地獄でも天国よ。寂しいわ蜂の日、銀座へ出てみれば、ありゃ彼女がベビーを抱いてパパとご散歩。